はい、皆さんこんにちは、村長です。お盆というかそういう時期になってきましたけれども、毎日毎日暑いですね。今回は久しぶりにですね、新しいプラグインを購入してみまして、それのレポートをしたいと思います。 QuickAG というねソフトなんですけれども、キャンペーンで少しお安く手に入れましたんで、レポートしてみたいと思います。主にですね、アコースティックギター用のソフトなんですけれども、画面のプラグインの右の方にですね、大きくギターの絵が描かれてます。まあ、ギターだけじゃなくて、ウクレレとかマンドリンとかですね、そこらのところにも対応するようなソフトでして、まあ、実際使ってみるとエレキギターにもうまく作用するというか、そういうこともだんだん分かってきています。まずは音をここで弾けばいいんですけれども、弾くというよりも音源ですね、それでちょっと実験をしてみたいと思います。僕の大好きなユージャムシリーズ VG アンバーと VG シルク、アコースティックギターとガットギター、この2つを実験の音源としたいと思います。村長ミュージックスタジオ。これが、アンバーの画面です。アンバーはとっても便利でですね、線にわたるフレーズが本当に簡単に作れるという、そういうソフトでして、 C のコードで少し伴奏をさせてみます。こんな感じでいろんなフレーズが曲に合わせて作成できるわけなんですけれども、この音を使ってですね、いろいろこの QuickAG というエフェクターを利用してみます。はじめはこれ何もかけてない音です。スイッチオンにします。あえて音がちょっと落ちましたよね。画面左の方に、キャラを設定するところがあります。ちょっと勢いがつきましたね。次はここコンプレッサーです。ちょっと圧が出てきました。歯切れよくするのにはこれを右に回すといいです。上の黒い部分はイコライザーのセクションです。イコライザー切ってみます。もっと軽い音で楽曲の最終に載せる場合なんかは、もっと軽い音を出したい時がありますので、ローカットします。次のつまみはボデーなりです。左に回すと軽い音になります。この2つはかなりキャラに影響します。そしてですね、このブルーのところエクストラと書いてありますけれども、ここでですね、この一番上のつまみがトランジェントですね。いわゆる波形の立ち上がりとかを設定できるんですけれども、ここがとってもですね、よくできています。ちょっと聞いてみます。
かなり固い立ち上がりになりました。もっとルーズにやるとこんな風になります。真ん中のつまみはダブラーです。2人で弾いたような効果が出てきます。いわゆるコーラスとでも言うんでしょうか。そしてこの一番下のつまみがステレオのワイド幅です。そして右のセクションはリバーブです。リバーブ切ってみます。入れます。ドライウェット、キャラはですねプリセットででも変えれます。もちろんこのアンバーででもですね、いろんな音作りはできます。ギターのピッキングポジションを変えてもっと硬い音にしたり、そしてピックアップも設定できます。マイク取り、ピックアップのみ、ミックス、こんなふうに元のアンバーと、そしてこのクイックAGとでうまくですね、組み合わすとかなり多彩なアコースティックの音が作成できます。これをちょっとシルクというですね、ガットギターででもテストしてみます。まず入れてない音から。このシルクのエフェクターで少し音を作っておきます。そしてクイックAGをかけてみます。
ちょっとコンプを強くかけてみます。ボディなりをもう少し上げてみます。ワイドを広げてみます。バイパスしてみます。今は元よりまろやかな設定になっています。はい、今回のクイックAGというソフト、すごくですね、インターフェースも変わった感じでですね、そして嬉しいのは、まあ、画面の解像度が低い方などはかなり小さくですね、こんな小さくこう持っていって操作できたり、もう目いっぱいにですね、大きくして編集することができます。そして直感的に分かりやすくですね、今まではまあ例えばイコライザーの使い方なんかでもう少し硬い音にしたいなと思っても、どの辺を上げればいいのかとか、そういうところが分かりにくかったんですけれども、このソフトはとっても自分の思ったイメージに直感的に導くことが、それも素早くできるということで、まあ価格の割にはとってもよくできたソフトだと思います。僕はギターの音にはかなりこだわりがあるのでですね、久しぶりに新しいプラグインを導入してみました。皆さんもぜひ参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。村長でした。